よく来たな。どうも、オレちゃんです。ブルーです。とりあえずで、オレちゃんズです。はい、というわけで、今回は、アメイジングデジタルサーカスのアニメバージョンをリアクションしていきたいと思います。アニメあるの？今回はね、このグミードラさんの動画をリアクションしていきたいと思います。わ、なんかいっぱいある。面白そう。というわけで、ここが初めかな？これが多分初めの動画なんだけど、こっからに順番に見ていきたいと思います。すごいサムネがさ、キスしてたりとか、ハグしてたりとか、あとは泣いてたりとかね。なんか面白いサムネばっかだから、今回見ていきたいと思います。さあ、というわけで早速見ていくんだけど、グミドラさんのチャンネルリンク概要欄で貼ってるので、静かに見たい人、フルで見たい人は概要欄から飛んで見てみてください。はい、見てみてください。そして、アメージングデジタルサーカス知ってるよって人と、好きだよって人は絶対に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、します。さあ、じゃあ早速見ていこう。あ、待って、ポムニが、あ、出口に出るところだ。ポムニが、あ、消えた。あ、なんで、あ、見ている。ジャックスとラガタだね。さあ、見てるよ。本当は出口から出る方法知ってるのかな、このアニメだと。え、何、あ、目からなんか黒いの出た。なんで、あ、ポムニ吐き見てる。あ、なるほどね。あー、バグってるよ。頭おかしくなっちゃった。なんで、あ、怖っ。何、あー、あのカフモがバグった時と同じ状態になってる。目が出てきたね。あ、あ、完全に黒いネチャネチャになった。あ、ジャックスもラガタも逃げないと。うわ、怖っ。完全に悪者になった。え、逃げないの。あ、かっこいいジャックス。え、アニメのジャックスかっこいいのかな。本当だ、ずっと意地悪っ子だったのに。さあ、意地悪っ子っていうかいたずら好きだったね。いや、食べられたけど。あ、逃げないと。あ、逃げた。うわ、食べられてる。うわ、飲み込まれた。え、なに、なに、なに、扉になった目が。どういうこと。え、何が、そっから出るってこと。あ、待って、ケインが来た。あ、ケインがびっくりしてる。ケインが直すんじゃない。あ、また地下に連れて行くんじゃない。え、待って、ついていってないの。ドアがある。もう開いた。え、なに、どういうこと。助けようとしてたんだ。あ、引っ張り出した。ホムニを引っ張り出したね。お、助かった。うわ、かっこいい。なぜかプロが惚れている。あ、すごいよ、ポムニも惚れてるよ。あ、すごい、なんかいい感じになってる。あ、なんだ、あ、あれ、ジャックスは好きじゃなかったのかな。え、そんな。さあ、じゃあ次の動画いきます。カフモの部屋を覗いた時、あ、いたいた、このバグのやつ。あ、ほんとだ。あ、ラガタがポコポコにされちゃうやつだ。今回もされちゃうかな。逃げた、逃げた。お、ブレーキしたよ。そう、ここでボコボコにされるんだよね。あははは、すごい、原作通りめちゃくちゃ叩かれてた。お、怒っちゃった。そう、ここまでは合ってるけど、下がって下がって。さあ、ここから原作と話変わるのかな。お、本当だね。ちょっとオリジナルなんじゃない。さあ、どうするんだ。あ、また目のやつ引っ張ってた。え、あ、優しいラガタを思い出してる。お、なるほどね。じゃあ助けに行くんじゃない。さあ、これ思い出して助けに行ってくれるのかな。こんなシーンなかったよ。こんなに優しかったんだ。原作では映ってないシーンかな。穴はよしよしとかされてたんだね。うわ、やっぱり嫌だって言ってるね。あ、なんだ。え、あ、待って、時間が巻き戻ったって話。あ、なるほどね。時間を巻き戻してからどうなるか分かってるんだ。お、本気だ。どっちの方が気になる。いや、出てきちゃったけど。お、手を取って。お、手を取って逃げた。このパターン初めてじゃん。さあ、もし一緒に逃げてたらどうなってたのか。え、こけちゃった。お、これ後ろから来てる。お、ジャンプしすぎて落ちて。なんか惚れてる。お、本当だ。お、どういたしまして。お、ラブラブになった。え、ラブラブになったの。さあ、というわけで次は、あ、なんだ、スイッチかな。スイッチ持ってる。あ、ほんとだ、みんなスイッチ。さあ、どうなるんだ。あ、またジャックスと、あ、ジャックスにぶつかった。怒ってる。お、夢中になってるね。え、来
して初日だと思うのにめちゃくちゃくつろいでいる。キックミー、あ、私を蹴ってっていうのを背中に貼り付けた。お、みんな蹴るんじゃない。お、キックミーって書いてるね。泣いた、泣いてる。あ、消したよ。キーミーから何か書き直した。あ、ガングルが書き直してくれた。ほんとだ、ガングル優しい。ガングル泣き虫だけど優しいね。あ、ラガタ、ラガタは何を見る。なんで書いてるんだろう。見てる。え、何書いてるの。あ、閉じるんだ。え、なんだ、なんかアタフタしてるけど、どういうこと。キスミーキスしてって書いてある。なるほどね、書き直したんだ。え、なんで。あ、それでキスするんだね。あ、これサムネイルの場所か。なるほど。あ、キレキル。さあ、というわけでじゃあ次の動画、これはカフモだ。ほんとだ、生きてる時のカフモだ。原作ではさ、こんな元気なカフモ見れなかったからね。なんか言ってる。あなたも名前が思い出せないのですか。聞いてるね。うん、思い出せないといける。だからこそ私たちはこの場所から逃げないといけません。だって。あ、なるほど、バグる前の予兆なのかな、名前を忘れちゃうのは。あ、なるほど、確かに。ポムにも忘れてたね。さあ、あ、逃げた二人で。まだ、カフモがバグる前の話原作だともうバグってたけどね。うわ、めっちゃ出口ある。あ、これなら逃げれそう。え、待って。関係ない扉だ。あ、ファイブナイトアットフレディーズの世界。怖いな。閉めた。え、何、暗い世界。あ、アモンガースの世界。で、お、まだスキビリの世界もあるんだ。スキビリトイレと、しかもカメラマンとトイレが合体してた。わ、怖いね。わ、踊り出口ないんじゃない。いや、これドアーズじゃない、これドアーズの世界じゃないホラーの世界だよ。あ、カウモが止めた。あ、閉めた。他は大丈夫、見ないで、もっといっぱいある。お、なんかいい部屋見つけたんじゃない。おー、ゴールデンドア。お、キラキラしてる。こう、そうそう、ここ、ここ。いいんじゃない？いいんじゃない？どう？あ、ケイン出てきた。ケインのトイレ。あ、入るんじゃない？いや、消された。ああ、お、その出口は今作った偽物だ、だって。え、そんな、偽物だったの？偽物でした。完全に。ケインがね、騙してた。いや、みんな、ショック受けてる。あ、怒った。カフも怒ったよ。あ、バグり始めた。なるほど、これでバグったのかな。あ、待って、ケイン技は使えないみたい。おお、怖っ。半分だけなんかバグってるね、顔の半分が。で、ケイン大丈夫。あ、消えた、セーフだ。あ、ポムに危ないんじゃない。あ、待て、もう完全に忘れてるんじゃない、ポムリのこと。あ、思い出した。あ、まだ記憶残ってるんだ。ダメだ、これ以上近づかないでくれって言ってるね。え、そんな、でも助けないと。お、待って、最後まであなたと一緒にいます、だって。え、優しいね。さあ、一緒に入れるかな。ストップストップって言ってるね。やめてって言ってるね。どうなるんだ、カフモ。お、手をつないだ、大丈夫か。お、待って、友情バーで治った、すごいハッピーエンドじゃん。お、よかったね。うん、すごい、よだれ垂れてる。よだれかな、涙かな。あ、終わっちゃった。はい、というわけで次はなんと、海に来たみたいです。え、これって、デジタルサーカスの海？デジタルサーカスにいた太陽だから、デジタルサーカスの世界の海かな？もしかしたら。お、待って、どういうこと？どういう状態？わかった、暑いんだ。だってさ、ほら、バブルが沸騰してる。ほんとだ！沸騰してた、暑すぎたんだね。あ、待って、あ、なるほど、暑すぎるから海を作ったんだ。お、なるほど、見に来たってよりは作ったっていうことか。さあ、どうするんだ。いや、遊ぶ気満々だ。わ、楽しそう。お、水着になった。お、みんな着替えた。お、ズーブルもいる。ズーブルもいるね。ガングルもくつろいでる。あ、泣くんじゃない。あ、泣いたキンガーがなんか砂の山作ってさ、投げてる。お、流されてしまった。もうびしょびしょだ。お、ズーブルだ。さあ、ズーブル、誰かに水かけられた。あ、ポムニたちが遊んでるからか。お、怒るんじゃない。怒らなかった。怒らなかった。あ、待って、ジャックスが来るよ。なんかいたずらするんじゃない。さあ、かけて、どうするんだ。おお、噛み込んできた
ぶつかってるじゃん。いいんだ、よくないよね。あ、カフも、カフも何してる。カフも可愛いんだけど、一番好きかも。カフも、あ、待って、バレた。何してるんだって。ポムニが本当に好きだけど、どうやってポムニにアプローチしたらいいかわからないだって。すごい照れてる。本当だ、可愛いね。話しかけていけばいいんじゃない。あ、ケインが教えている。待って待って、ケインがサメのふりをしてポムニを驚かせるから、ここでカフモが助けに行くんだ。で、かっこいい場面を見せるってこと。なるほどね、これ守ってあげればポムニがカフモのことが好きになるって言ってるんだね。お、なるほどね、いい作戦だ。さあ、お、サメが来た、サメが来た。どうかな。待って、ケインのサメかなこれ。本当にケインのサメ、早くない。ケイン一瞬でサメになったってこと。お、本物のサメなんじゃない、もしかして。大丈夫、かっこいいけどさ。ケインほらやっぱりいるじゃん。まずいって、ほらダメダメって言ってる。え、お、やっぱり本物だ。うわ、怖がってる。逆にダメじゃん、カフも。うわ、来ちゃった。かっこいいとこ見せないと。いや、気絶した、めちゃくちゃ気絶してた。あ、投げたよ。あ、待って、ブクブクしてる。あ、待って、ジャックス、ジャックスイケメンだ。あ、ジャックスに惚れちゃった。カフももうブクブクだ。そんな、いいとこ取られた。かっこいいとこ取られたね。ああ、逆になっちゃった。そんな大失敗だ。はい、というわけでね、次はね、グミドラさんのアメージングデジタルサーカスの最後のねアニメです。え、もう最後もっと見たいな。これ面白いね。さあ、あ、ジャックスが来た。あ、いたずらしたんじゃない。ジャックスが確か踏んで潰したもん。あ、確かに仮面を踏んで潰したのはジャックスだったね、原作だと。あ、何か来た。え、なんだ。わ、ブロックが倒れた。お、ブロック、積み木、なんだこれ。あ、倒れた。何何、大丈夫。あ、助けてあげた。あ、ガングルが好きになった。え、ガングルって女の子だったの。めちゃくちゃ男の子だと思った、可愛い。あ、落とした。そんな、まだ泣いちゃった。すぐ泣くね。あ、待て、ジャックスへって書いてる。可愛い。なんか、あ、告白の手紙。ジャックスはなんか全然気に留めてないけど、鍵を回してる。あ、渡すんじゃない。あ、待って、え、ファンめちゃくちゃいる。どこにいた、そんなファン。かわいそう、ガングル、ベタベタに踏まれてた。お、そんな、え、どっから出てきたのこの人たち。こんなにいたの。お、助けてって言ってる。お、埋もっていってるよ、大丈夫。あ、待って、ガングル、あ、ガングル手伸ばせるの。あ、なるほどね。あ、そんなことでいいんだ。そんな能力あったんだ。わ、まだ降りてきた。すごいじゃん、ジャックス大人気すぎるでしょ。手紙渡すんだね。渡すのをやめたのかな、ぐしゃぐしゃになっちゃったから。お、すごい、取ってあげた。お、取ったよ。どうするんだ、何書いてるのかな。え、開けた。あ、蹴れてる。お、避けてる。どうするんだ。お、なんて書いてるの。お、なんだ。お、好きって書いてるんじゃない。あ、なるほどね、気づいたんだ。終わった。はい、というわけで今回はね、デジタルサーカスのアニメを見ていきました。やっぱりグミドラさんの動画もすごく面白いね。はい、面白かった。というわけでね、またこういうデジタルサーカスのアニメとかね、そういうの面白いのがあったら、出していくから絶対にみんな高評価チャンネル登録してまた見に来てください。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー、またねー、ねにににににに